です。パパセです。今日は今バラバラにしていってるロードスターさんのですね、フェンダーライナーを外していこうと思っております。お願いします。で、バンパーとか外すヒントラーはね、またカナダの店に。そうそう、だからフェンダー外す人とか、そのマットガードを外したりとか。はい。うん、いろんなこう関連してるから、一個一個見てもった方がええわな。それだけ見て外れへんとか。せだね。タイヤも外さんでええ場合もあるし、外さなあかん場合もあるからね。はい。マットガードぐらいだったらタイヤ外さんでいいし。うん。そうだね。まあ、マットガードはまあ、パンと外してもって。はい。あと、これ結構容器ついてんやん。ピンがね、ざっとね、ドド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 って感じ。ついてるやん。ついてるな。つかめられんかった。まず、この。はい。マットガード外した、捨ての取り付ける部分の、この、捨てかな、これ、これです、これな、これ、あの今、こじられへんかったけど、こっちとこっち、両サイドから、で、これ斜めになってるから、この斜めの角度でちゃんと合わせて持って入れてもらったら、はい、簡単やったら捨てが斜めになるからマットガードがつけへんなる。ああ、それはあかん。はい、まあ、あんま引っ張らん方がいいかもからな。割れる、割りやすい、これはまあ、マットガードに、はい、つけてきます。であとはほとんど一緒やな、はい、うん、あとはもう一個だけやろ、これ、うん、これね、こいつ、はい、こいつは、うん、基本的にこの長方形の長い方の方あるやろ、こっちの長い方ある。今回やったらまあ縦じゃないけど、の方を押せたら簡単に押せたらやで、押せたらもうあかんかったら潰したらこっちからでけへんから、こっちをここね、こういう感じ、そういう感じね、ポンポンと入れたら、はい、取れます、はい、で、はい、これ、はい、ピン、こういうやつはもうシリコンスプレー、はい、まあ、CRC とかでもいいけど、プラスチック、この再利用するんやったら、今これかけてる本数が、こっちにはないの、あ、ここにあるわ、な、もうこの回りやすいように、はい、全部。こいつも一緒に止まっとったんちゃうかな、確かこれね、で、このアンダーカバー、アンダーカバー、ああ、そのネジです、プラスか初めか、で、ここまで、まあ、これはほんま、この奥に CRC でかけたらあかんねんけど、今ないからないから、まあ、これを、一緒にね、かけて、はい、ボルト側、ナット側か、止まってる側にも、一緒につけていってください、まあ、とりあえず変わったやつは、まあ、遠見りは言わんでも分かれろ、でこいつは遠見りかそれ、こいつは、このこっちとこっちに、はい、切り欠きがあるね、切り欠きがある、こういうやつでキュッとつまんでピッ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 と、ポンと抜けんねんけど、これ入れへん、あの薄っぺらいやつがあんねんな、はい、でこっちとこっちをまあ同時に引っ張ったらポンと、こういう感じね、同時につまむやつあるから、はい、先みたいな工具のね、そうそうそう、OK、 あとはもう全部一緒、真ん中プラス、この上も全部そうやけど、はい、どこでやろうかな、どこが見やすい、こっちかな、あとはこの全部、あと残りが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 でまあここはまあ、8ミリもしくはプラスね、はい、
これ3本あるから。3本ですね。うんうん、はい、これはまあ1本だけちょっと外しようかな。はい。これは締めすぎたらバカなるから、うんうん、何回でも回るからあんまり締めすぎない。適度、うん、締めるときはね。オッケー、うんうん、で、ここが一番見やすい。そうかな、うん、で、この中心の円のところに、はい、うん、今までやろ、うん、とも終わりみたいな人、うん、で、これを、うん、とも終わりせこれすぐバカなるからね、うん、プラスチックやから弱いねんな、やっぱり。そう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 、このためのシリコンスプレーか。プラスチックな。うん。で、まあバカなっても、はい、少々やったら、うん、締めた方にグッと形作ってもって、うん、今置いた。うん、わかる。締め緩め、締め緩めしたら、うん、こうやって、あ、また入った。入った。こういう感じで、ちょこっと浮くやん。浮いてる。浮いたやろ、うん。何回か揺さぶってもらうと土がな、取れへんから。ほんまめっちゃジャリジャリ言ったわ。そうそうそう。で、ちょっと浮かしてもらって、うん。うん。これも土が挟まってるから。うん。すごいね。回すように。はい、この、うん、周りの、この中に入った土を落としながら。はい、これはだから結構、こう、はい、側を持って持って、うん、もう浮くって分かるわ、うん、うんうん、で無理にせんとちょっと浮かして持ってな、このフリーになる、うん、このまま引っ張ったらね勝ち込むからね、はい、で周りを砂を落としながら、うん、グリグリグリって、うん、だから、はい、まあ8割ぐらいは割らんと、あ、いける、うん、再利用できる。だからまあ、あとはバーッと取っていくわ。はい、了解です。では取ったところからやっていきたいと思います。はい、うん、まず、うん、ここ、これアンダーカバーな、はい、透明にですね、うん、うん、あ、落ちた、うん、で、まあアンダーカバー、はい、また外す動画とか、はい、時はまあ、ね、参考にしてもらったらそうですね。で、とりあえず、はい、下の、はい、8ミリと3本、はい、8ミリ3本、まあプラスでいけるけど、はい、これをこうまず、うん、外してもらって、うんうん、でこういう感じで、あー、うん、かわすんや、うん、そこかわしても、うん、結構なこれ割れねんな。へぇ、あ、怖っ、めっちゃ怖いやん、うん、だからまあアンダーカバー外した方がいいかもからな、ここもな、あー一緒に、まあ、一回ちょっと外してみようか。そうやな、もうちょっとダラーンと、はい、こう、うん、まあここの2本外した多分、はい、下もうちょいずれるかな、うん、うん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 、こっちにちょっと無理かな、うん、あとこのこっちから前から、うん、これでいけると思う、うんうん、こいつをなんか前側に、はい、うん、ずらしてきてもらって、うん、して、お、来た、このスタッカーですね、うん、あー、これもずらす、うんうん、こういう感じで、うん、多少はね、うん、折れるから、折れるっていうかこう、うん、まあ、割れるからな、はい、あんまり無理しちゃない、うん、割れない程度、こういう、おー取れたー、まずここを先外しても、はい、このマイクを外します、うん、か
そんな感じですね。で、あとはまあ、はい、ここまだバッと外して、はい、OK です。え、ほんで、うん、これボーッと外していったけど、うん、この前側にもついてる。え、これ3本な。マジ1、2、3、これですね。これ外したらベロッと剥がれるから、はい、ちょっと外していき、OK です。やっていきたいと思います。はい、全部ピン抜き終わりました。1個置いてみて。それは、うん、止めるためやろ。なんか前のこの、はい、ここのカバー外してからの奥の3本も忘れへんよね。あ、はい、あとちょっとこっち側に引っかかる気味やから、はい、ちょっとこの入れるような感じでつけるときは、はい、ちょっとこの上にフェンダーの内側に入るようにね、はい、ここ外側で、ここから内側に、でまたここから外側みたいな、交互になってるんやんね。へえ、これでも時間長なるな。後ろは後ろでまたしようか。 OK、 分かった。まあこんな感じで今日はじゃあフロントの、フロントやな、うん、だけにしようか。うん、フロントとまあ、はい、その前のカバーね、はい、前のカバーね、まあ、両方フェンダーライナーになるんやろうと思うけどな。あ、そうなんですか。一緒なんや、うん、二分割やね。二分割のフェンダーライナーを外していきました、うん。前やったら左右は一緒、一緒一緒、大体一緒。まあ、うん、ビスの位置がちょっと変化してる場合もあるけど大概一緒やねよいしょ、ちょっと片方だけやけど待ちや、うん。今日はこんな感じでフロントのフェンダーライナーを取っていきました。左右一緒なんで作業の参考に皆さんしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。